2018年3月29日17時22分特集、大谷翔平一郎米大リーグは29日、全30球団が一斉に初戦を迎え、各162試合のレギュラーシーズンが開幕。投打の二刀流で注目を集めるエンゼルスの大谷は、敵地オークランドで午後1時5分、日本時間30日午前5時5分、開始予定のアスレチックス戦に臨む。投手としては4月1日、同2日午前5時5分の第4戦で初登板する。マリナーズは本拠地にインディアンスを迎え、イチローが開幕戦、試合開始予定は、午後7時10分イコール同30日午前11時10分に、9番、左翼で先発出場する。ヤンキースは敵地でブルージェイズ4連戦に臨み、田中は30日の2戦目に先発する。カブスは敵地で田澤の所属するマーリンズと4連戦を行い、新加入のダルビッシュは31日に初登板する。ドジャースは本拠地にライバルのジャイアンツを迎え、前田は31日の3試合目に先発予定。今季から平野が移籍したダイヤモンドバックスは本拠地でのロッキーズ戦。で、牧田のいるパドレスはホームのブルワーズ戦でシーズンが始まる。共同、今、あなたにおすすめ。